にちは。今日はプレゼンテーションを始める前に私の紹介をします。私の名前はシオラマノフィトアです。私はトンガ王国という小さな国から来ました。私は高校の先生で専門は外形学です。皆さんに自分の国を紹介できること嬉しく思います。では私の国について話します。2つ目のトピックは日本情報です。トンガは太平洋の島国で、ニュージーランドの近くにあります。トンガの首都はトンガタプトにあるヌクアロファです。トンガの人口は約10万300人です。私たちはトンガ語を話します。通貨はバーガーです。1バーガーは約63円です。次はトンガの料理を紹介します。これはオタイカです。オタイカは英語でローフィッシュサラダという意味です。材料は新鮮魚の切り身、ココナッツクリーム、野菜と野菜を使います。レシピは簡単です。この料理はとても美味しいです。3つ目のトピックは有名な場所。これはハモガです。ハモガはトンガタプトの仁島湾にあります。ハモガは中3世にトゥイタートゥイという国をによって建てられました。それぞれの石の重さは30から40トンです。ハモガの形は日本の神社の入り口にある鳥居に似ています。これはウプアプヒです。ウプアプヒはトンガタプトの本間にあります。ウプアプヒは波か岩礁にぶつかると水が勢いよく吹き上がります。水の高さは30メートルです。4つ目のトピックは有名な人です。こちらはルボヨン世です。トンガの王様でした。ルボヨン世はスポーツと学問に優れた人でした。1976年にトンガにソロバンを紹介しました。ソロバンは英語でアバカスという意味です。そして彼は1908年代に日本にトンガの学生を送りました。ルボヨン世のおかげでトンガと日本は親密な関係にあります。最後のトピックは祭りです。これはトンガのヘイララフェスティバルです。ヘイララフェスティバルは王様の誕生日を祝う祭りです。毎年7月に約20回開催されます。ヘイララフェスティバルはトンガの伝統的なダンスのタオルガダンスを見ることができます。皆さん、これで
私の発表を終わります。ありがとうございました。